火鍋、ルーローハンも、チキン台風、北京ダックも行ったし、昨日、おとつい、やっぱり街並みがすごくいいなと思いました、皆さん温かくて。日剧男生高桥医生首演台剧《Long Stay》三周，学波泼么吃好料。大家好，高桥医生。日剧男生高桥医生接演台韩战争议题的台剧《零日攻击》，今出席记者会。僕は国のことだったりとか政治のことだったりとかっていうものに対してあまり言及するべきでは僕の立場ではないとは思っています。まず一番最初にこのお話をいただいたときに何か。危機的な状況だったりとかある問題に直面した時の人間の心のひだみたいなものがとても素晴らしいなと思ったので参加を決意させていただきました。听说之前来台湾有特别去抓中药治好他的干眼症。ドライアイはすっかり治りました。おかげさまです。もう全然大丈夫でしたね。はい、気候もよくあったかかったので湿度もあって、はい、全然大丈夫でした。昨天杀青了、那有没有想说在台湾多留几天吃一些想吃的食物？啊，もうね、十二分に堪能しました。いろんなところに連れてってくださったんで、メイが。火鍋、ルーローハンも、チキン台風、北京ダックも行ったし、昨日、一昨日。当初考虑了多久决定接这个角色？もう本を読ませていただいて、一週間ぐらいちゃんとじっくり読んで、マネージャーさんとお話しして、ぜひやらせていただきたいって、割と即決で決めさせていただいてた。3週間弱です。1月言語の練習を台湾過去の練習をさせていただきました。向こうに先生がいてその先生と一緒にセリフからそこからピーンまで勉強させてもらいました。実際どうなってるか画面を見てください。高桥さん魅力迷倒全剧组拍摄期間还很贴心准备生日礼物给导演。全体的に台湾の今回のスタッフさんもそうですし女優さんも俳優さんもそうなんですけど皆さんすごくシャイというかあの後ですごく見てましたって言ってくれるんでそれまでは結構ツーンとしてる感じが台湾の人らしいのかなと思ったりしましたね。今シンディが初めて僕のドラマ見てくれてるんだっていうのを知りましたし拍戏的时候高桥先生有特别帮导演庆生椅子をディレクターズチェアをプレゼントしたんです。アザギフト優しいですね。 Our name plate is on set だけどShe didn't sit in the. I noticed that. Maybe I'm sensitive. 就是我的心，我非常珍惜那张讨厌的脸，怕他那现场被我弄脏。啊，そうなんだ。そうなんだ。原来言ってくれれば。有没有出去晃晃？然后有没有被影迷认出来？いや、僕自分では分かんなかったですね。だし毎晩歩いてましたよ。毎晩ね、1時間半ぐらい歩いてました。有伪装吗？全然。没有哎。近くに公園があるんで。その公園の周りをねずっとぐるっと回って昨日も40分ぐらい観光あんまり行ってないからやっぱり街並みがすごくいいなと思いました。皆さん温かくて没有没有我们没有去